バンハーは、エジプト北東部のカリュービーや県の県と、2012年の人口は約16.6万人だった。首都カイロとアレクサンドリアに間にあり、ナイルデルタの交通の要所である。カイロから北上する鉄道は、バンハーで分岐する。首都カイロの 48km 北のナイル川の東岸に位置する。灌漑が普及してより小麦粉や麺等の農業が盛んである。 30km 上流にはダムがある。古くから香水用のバラの生産で知られている。現在はエジプトの電気産業の中心地である。カイロから北上する鉄道はここで分岐するため、エジプトで6番目に大きい駅を持つ。バンハーの北には、紀元前1500年頃に、第十のモスの首都だったアスリビスがある。アスリビスは、ローマ帝国時代に最も栄えた。 現在はエジプト第18王朝からエジプト第26王朝の遺跡が残っている。グレコローマ時代の墓があるほか、アスリビスで出土した銀のインゴットは、エジプト博物館に展示されている。約20キロメートル南西には、レオントポリスがあった。砂漠気候に属する。バンハラ大学は、ザガジグ大学の文校として1976年11月に開校した。 2005年には独立し、毎年6万500人が卒業する。薬学部はバンハーで2つの病院を経営している。ありがとうございます。